1打席目にデッドボールで骨折、3日で治してバーンって折られて、ガーッと骨と骨をね、髄液が出るって、ボール取れないんだよ、ね、森さんが初めて、日本人で初めて取る、俺と村田、そう、村田長司さん、長司さん、で、スミギンがね、2年続けて都市対抗に出るってことは今までなかったんだって、うん、でも出れなきゃ必死になってやったなとか、プロに行きたいってのもあったし、で出れたからよかったんだけど、うん、その年に都市対抗で俺は1打席目にデッドボールで骨折、え、左腕骨折、頭にボール来たから避けたら骨折、1試合目ので、それは、ま、ダメで骨折で、そのまま俺は慶応病院に行ってギブスして帰ってきたら試合勝ってた、それからベスト4まで行ったけど、俺はそれから1試合も投げてない。はあ。で、その1週間後に、あのオランダのハーレム大会、骨折、もうダメで諦めてたら、はい、山本英二さんに言われて、はい、広島に行けって言われて、はあ、3日で治して。ああ、名人いたんですよね、名人。はい、びっくりこいたってところじゃない、もう、あの電気のこぎりでさ、ギブス全部切られて、取られて。はい、こんなに腫れてる三角筋つって、うんうん、そこで腕立て伏せやれって、腕立て伏せやってできるわけがない、うん、こんなに腫れて、うん、たらバーンって折られて、ガーッと骨と骨をね、こう骨をすると髄液が出るってこんな俺が東洋医学と西洋医学を信用するってもうやってんだから、うん、もう東洋医学を信じるしかないじゃん、うん、そしたらこう、今日は寝てて気をつけろって言って、こうなんか砂みたいな泥みたいなので丸めて、うんうん、つったらさ、俺も次の日だもう固まって、うん、もう熱 で、うん、で朝一番に来いって言われて、うん、で行ってもう寝れないよ、うん、もう痛くて、はい、でこんな腫れてんだ、うん、でその次の日行ってまた腕出せやれ、うん、やったら、まあ、もう麻痺してるから、うん、もう痛みなんかないのよ、うん、もう我慢してこんなことになって、どうだ痛いか、いや痛いって言ったら何言われるか分かんない感じませんで、そう大丈夫だと、で明日来たらそのまま NTT 中国、昔の中国電力、え、はい、電電中国か、電電中国か四国、はい、電電中国、はい、広島にね、うん、呉原さん、呉原さん、呉迎えに来るから、はい、グランド行け、もうその日から練習、へ、右手じゃないから投げれるよ俺は、怪我者の左だから、うん、ボール取れないんだけどでグレアさんに受けてもらって、うん、で次の日からちょっとサポーターして、その上からテーピングして、うん、なんとかやっと動かせるぐらい、うん、でもそのままもうオランダ飛べ、行け飛行機乗ったらずん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 こんな腫れてきて痛み止め飲んで気圧が上がった時点でもうダメだって、それからね、5日間ぐらい時間があったから、はい、で俺オランダで投げたね、ほう、投げたの、そしたらさ、もうこのアンパイアって返すボール早いだろピッチャーに投げたけどわーって避けたのよ通訳が来て、こいつ骨折してるんでもっと軽く投げてくれさ、骨折してるやつが出てくるなってもうね、それで結局ね、その試合からずっと投げてた、はあ、それは初耳だったですね。そう、俺本人も書いたことあるけどね、これはもうすごかったね。そう、あの吉田接骨院ってジャイアンツがよく行ってる先生とか、はいはいはい、小森とか西武の先生いたよ、はい、ああいう人たちの骨折とか捻挫とかね、昔の接骨院ってのはね、治すね、逆療法、はあ、もう親指がないんで両方とも爪が、はあ、押したりなんかしてて、へえ、ほんでね、日本刀を振り回して道場に行くとな、はい、なんつったっけな、またそのうち出てくるよ思い出すけど瀬戸内学園ってあるじゃん、はいはい、うちの帯が、はいはい、やその隣に道場があるんだけど、はい、日本刀を抜いてね、こうバーンってカーッてやるんだから、はい、パーンって掴んでね、もうあと投げるんだよ、はい、先生もうちょっとあと血が出るんだよ、本当に本当に、うわっ何これでその後ね、何年後したら、やっぱそこはね、やっぱり変わっててね、エナスさんはダメって言ったのかな、
浩二さんと衣笠さんと、うん、何人かしか見てくれない、うん、プロの人でもね、はいはい、でその先生は有名なんだけどさ、名前が今も出てこない。はその後ね、100日修行で飲まず食わず洞穴に入ってさ、はい、死んじゃった、死んじゃって、で有名な人山本一郎です。山本一郎です。隅田道場死んだんですよ。そう、隅田道場。隅田道場ね。なんでお前が知ってんのよ。いや、多分瀬戸原さん結構、そうそうそう、うんうん、あの親しいとか言ってましたから。そうそうそう、はい、瀬戸原で。俺行った時も瀬戸原でいたもん。はい、うん、いやー、偉いとこ行ったよなと思って。そしたらやっぱり何人かいろんな人も、プロの連中もね、うん、もうダメだって言われた。何、捻挫とかを一日で治した。でそんなこれ何も後遺症こっちに残らず、いやな、初めねこの辺触った時にね へこんでた、うん、でも今もう全然ない、大丈夫、うん、大丈夫、左でよかったけどね、うん、で現役終わって、だから僕なんかちょっとまあ現役時代はあれでしたけど、ね、トミー・ジョン手術もして、うんうん、あれはあれも、沼津さんが行けっつったの、手術して行けっつったの、じゃあもういろんなとこ回ったのよ、うん、俺ちょっと広川さんの時のその時森さんが初めて、日本人で初めて俺と村田、そう、村田長司さん、長司さん、はい、で俺はね、その今のトミジョン違うのよ、うん、俺は内側から外側からやる、うん、人体じゃないない方なんだよ、でちょうどその前の社体がそういう話が来ててあって、うん、すごいのがいるっていうのは聞いてたんだけど、うん、俺も日本中の病院もうロックするからさ、うんうん、もう、ま、車を運転してドア降りるときポンと閉めた瞬間このままもう動かなくなったの、うん、シーズン中も 2,3 回あって、はい、もうこれはダメだったな、その前の年あたりが何かあったんだけど、うん、また変な先生いたじゃん、長野のさ、あ、調整官、調整官、はい、丸本先生、はい、ね、丸本先生、ね、ちょっとあの人もね、いい人だけどちょっと変わってるねでも あの人がね、俺の肘をわーって触ると、うん、治っちゃうのよ。わかんないよ。東京ドームで昔の後楽園で先発する予定で投げ て、はい、ブルペン入った時ダメになってた、ロックかかって動かなかった、でそのまますぐ中野行けってそれ変わったんだけど、うん、で行ってね、15分もしないうちにこうマッサージでこうやってやったらさ、うん、あれ治っちゃって、で次の日帰って、はい、その投げたことあった、ほいでまたしばらく経ってまた なってさ、これはと思った、日大板橋病院か、はいはいはい、でいろいろ調べたら、ね、やっぱりちょっと難しいかも分かんない、うん、これの繰り返しでいつかはダメになるかも、うん、で日本人の病院してもで結局みんなダメなんだけど、うん、手術しなきゃダメだって、で手術はじゃあしてくれって言ったら、うん、してくれないね、そういう時代じゃないな、あ、メス入れることはねタブーだったね、怖がってんの、うん、俺もそうだけど、うん、相手もね、うん、メス入れた後にプロ野球選手メス入れて、じゃあリハビリするあれもないわけよ、あ、一般の人もずっと固定して普通の仕事になるんだったら OK だけどっていうことで、結局どこも手術してくれない、うん、一箇所だけさ、三重県の、ね、小山整形ってのがあったのよ、この先生ちょっと変わってんだけどさ、うん、やっぱさ変わった人に意外と多いんだけど、うんね、そこの先生の小山整形ってのね、あの辺ってさっきってあるじゃん、はいはい、鈴鹿とか、はい、で怪我人が多いじゃん、はい、ぐちゃぐちゃになった骨折とかさ、うん、それと清水邦明ってレーサーみたいな、あのねのね、そうそうそう、柿の種で歌ってたの、はい、あれが入院したりなんかしてた、うん、で阪急がそこの病院の関係をやってたの、うん、で福本さんとか吉野にも来たことあるっていうわけ、リハビリで、うん、そうするとその先生はね、海沿いをね毎日走らすって言うんだよ、うん、土方で見に来てるのなんで走らさなきゃいけないんだよでそういう話を聞いてたんだけど、その先生はいいよやってあげるよって人、その人だけ言ったの、でも球団がいやそれはちょっとやめとこうと、うん、でこういうのが聞いて話があるんだけどって言ったら、峰島先生が、あ、もうぜひそれにしてください、本人も見てみたいっていうのがあるから、はい、で2ヶ月以上かかった、OK とか全部まとまるので、で本当だったら 年明け前に12月に行って年明けすぐ手術しようっていう話だったのが2月過ぎまで待たされて、うん、で結局手術してその後どうなるかは分からないから、うん、リハビリのね
もちろん英語で書いてるんだけど、俺は分かんないけど、向こうのやつで一生懸命こう治療してくれたやつは全部あの記入して、よく覚えておいてくれ、それとメニューはもう全部もらっておいてくれって、それ帰ってきて峰島に球団に渡して、それを全部リハビリのメニューもらったやつを やりながら、それからだよね。その後から本当 4,5 年経ってたら、向こうの先生が逆にね、日本に呼んだのよ。先生を、ジョブ博士をジャイアンツがね、あの日本の医学スポーツ医学のためにっていうので呼んでからね、ジャイアンツの連中がボコボコボコをやりだしてから、あの桑田のそうだし、あの辺がみんなやりだしてからね有名になったんだけど、でもその人はね、もともとはねドジャースのチームドクターですよね。はい、で俺が手術の時に根本さんに言われたのに、アイクさんね、はい、でテリーがいたじゃん、俺テリーの家にも泊まったことあるんだよ。で向こうドジャースに行ったから、あのと、はい、テリーがね、その向こうでいろいろ世話になった時に例の三浦事件、ああね、殺された、はい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 、あのホテルに俺が泊まってたの。なんだかいっぱいなんか絡んでますよ、やっぱり。俺ね、向こうでもやっぱりニュースね、日本のニューオータリホテル泊まってたんだけど、うん、日本テレビやってたけど、うん、わ騒がしい。でもこれこのホテルじゃないのかなと思いながらね、リトルドイゴのとこにあるね、ニューヨークに。そしたらね、マスコミがある時からいっぱい日本人が来るようになってたの。でちょうどあの何フットボール、ラグビーじゃねえや、アメフト、はい、大会あるじゃん、はい、あれがロスだったの。で日本のマスコミがいっぱい来るようになって、これやばい。で俺もあの行き合うの嫌だし、手術で来てるとリハビリもやってるからっていうことで、たまたまね、外買い物行ってる時に、変な日本人見たことあるなっていう人とパッと知り合った。ダンの村、はい、昔はあのヤクルトやる時ちょこちょこあったこともどっか飲み屋で揉めたこともあったんで、そいつがいて、森さんじゃないですかって言うから、そう、うん、どっかだろうって日本語喋ってきたから、あ、ダンの村です、あの森さんこんなとこいたらまずいですよ今、あの日本からすごいマスコミ騒いでますから、三浦事件で、であいつがね違うホテル紹介してくれた。でそこにホテルに移って、何日か経ってもう日本に帰ってリハビリ入った。でそれ頃ねちょこちょこ段の話付き合いがあるようになって、外国人の取り合いで俺や何回かやったことあるから、なるほど、それがあってなかったら何まだやってないんだけどさだからつながりって分かんねえだろう。本当だね。それがあって、その後にデーブたちとのつながりになる。アメリカ、デーブがアメリカ行ってる時に一緒に行ってんだ俺。教育リーグ？え、なんで行ってんの？俺の部屋小屋、デーブ。デーブ、田辺、はい、高山、横田、羽生田、はい、羽生田、懐かしいな、みんな。もう何人かいたな。相馬とかいなかった？あ、相馬いた俺、1年検診でロスに行く、気候がもう悪くなってたから、で教育リーグに若造たちが行くから、根本さんが、で和田さんもがね監督に行くから、お前あの一緒に行って、あの若いやつと一緒に向こうで練習するのもいいんじゃないかって言われたのよ。で途中で一回ロス行って、あの検査して良ければもう最終的にもうピッチングに入って向こうに行って、最後は1イニングでも2イニングでも投げて帰ってこいって言われたのよ。分かりましたって言われたけどさ、一人でさあそこに行ってこう行ってこうやって言ったってもうどうすんの、なかなかね、もういいや、もう何とかなるっつって言ったよ。でデーブたちがさ、デーブと俺とね、誰だろう、もう一人がいたな、横田か高山か、3人目だったな。でデーブ夜のでいないのよ、こんなあいつら出た時言ってやるからやっぱりジャイアンツも来てたから、ジャイアンツが1チームで、あのその辺の食堂とか飲み屋街にちょこちょこ来てんねん、須藤さんが監督で一チーム連れてきたから、あの時はジャイアンツで、うちはアストロズ、はい、アストロズのルーキー 1A たちと一緒に一チームを作った、はい、それサンノゼの方の話じゃ、話じゃない、サンノゼじゃないの、サンノゼはね、サンノゼはその前に行ったみたいよ、何年か行ってたらしいけど、はいはい、行ってました、秋山も行ってましたからね、秋山も行ってたから、あ、そうそうそう、うん、あ、そうなんだ、違うところなんだ、そう、あ、違うチーム、俺は、あのパイレーツに入ってたから、はい、でその時にいたのがね、19歳で2番かなんかで花垂れ小僧がね、あのタフィーローズ、おお、タフィー、これ、おお、近鉄に来た、俺は同じチームで2番、19とかだった、
で何年後にあの近鉄で来たんだけど、はい、あの時田辺が一緒に行ったから、うんうん、田辺が俺さあのタイっての近鉄で来たやつは一緒にいたチームのやつですよって言ったかどうそれで覚えてるんだ俺、うん、でもあの時もね、まあ、楽しかったって思いますし、俺はしんどかったけど、うんうん、一緒にあの、うん、要自炊でな、うん飯作ってデーブにあいつは食いで俺はデーブにあのゴルフをしてたのデーブ初めてゴルフやったのは俺だよ多分あそうなの、うん、俺もあの肘もちょっとだいぶ良くなったし動かないといかんからデーブゴルフ行くぞっつってあの頃ねゴルフデーブやらしたらやっぱりだよあの頃のデーブがあんなにゴルフ上手くなると思わなかったけどなるほど、なるほど、なんかすごい面白いですね、犬の思い出が、うん、そしてあの、まあ、YouTube チャンネルと言いますと、はいはい石毛弘道 TV が始まりまして、うん、そしてまた新たに石毛さん関わっていらっしゃる、はい、週に2日目に書いてる OB クラブ、はい、全国野球振興会、はい、25年の歴史があるんですけど、はい野球界に恩返しっていうコンセプトで始まりました、はい、初代会長は川上哲治さんが言い出しっぺでこうなってきてるわけですね、はいで我々は人生の野球界の先人先輩の意思を受け継いで今その思いを我々がやってるところなんですけどねでこれはこういう時代ですから、はい、コロナ禍においてなかなかこの野球教室もできないという、はいうん、で今のこういった YouTube だとか、リモートだとか Zoom だとかそれをうまく使いながらですね、はい、我々が培ってきたものを発信していこうというところなんですよで今実際プロ野球 OB クラブ YouTube チャンネルがスタートしてますからスタートした、はい、で僕も一応会社の中にいる人間なんで、はい、そちらのも一緒にやってますからできれば石毛弘道 TV と一緒にともにですね、はいプロ野球 OB クラブ YouTube チャンネル見てほしいなと思ってますはい、はいね、チャンネル登録も、ね、お願いしますはい、はい、お願いします、ご覧になっていただいてありがとうございます、お願いございますまずチャンネル登録をお願いしますそしていいねもついでによろしくそれでいろんなこと思ったら俺こう思うよいいねとかいろんなものあるでしょうからコメントもよろしくです